どうも、ひほいです。今回は、椿ファクトリー新メンバー、石井みはねちゃんについて紹介したいと思います。先日、新メンバーのブログが開設。その中で、彼女の凄すぎる一面が少しずつ見えてきました。そんな今回は、3つのキーワードで、みはちゃんの魅力を紹介したいと思います。2008年10月20日生まれの高校1年生、25周年記念オーディションに合格し、椿ファクトリーに加入。同期の中では一番のお姉さんで、ヨフルノちゃんとは一切違いです。出身は神奈川県で特技はダンス。春ツアーから本格的に合流予定。どんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみです。好きな楽曲は最上級ストーリー。合格発表時のリアクションから、かなりの春オタではと噂されていましたが、その全貌が少しずつ明かされてきました。幼少期からハロプロが大好き。憧れの先輩はまーちゃん、さくらち、まおぴん、まりんちゃん。お母さんの影響で椿ファクトリーにはまり、番組、いくつばも視聴済み。サンタさんに椿グッズをお願いしたこともあるガチ勢の様子。また、お店を回り、粒組のパッケージをコンプリート。ハロメンの名前を見つけるため、コアラのマーチを購入するなど、オタクのようなムーブがとっても可愛いです。好きな角度は90度。好きな画質は1080。好きなテレビの音量は25。好きなお風呂の温度は40度など。毎回、個性的すぎる自己紹介を行うみはねちゃん。ブログでは、好きな動物のレッサーパンダをもじって、おつかレッサーレッサーという独自の挨拶を生み出しています。その文才と卓越したセンスは存在感抜群。オタクの壺に見事に突き刺さります。今、最も注目したい新メンバーみはちゃん。今後の活躍に目が離せません。皆さんの好きな石井みはねちゃんのエピソードについても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、バイビー。